こんにちは、カーダメンテラブキニです、今日は入試面接対策3として憧れる人、尊敬する人っていうことのテーマでお話をしていきたいなと思います。概要欄にも貼ってある面接の練習用の動画のコメント欄にですね、尊敬する人は自分の人生で大きく影響を与えてくれた人のところでアイドルなどを言ってしまうと減点されますでしょうかとか、 YouTuber とかアイドルとかって実際にいいんですかっていうような質問をしてくれた子がいたんですね。で、僕はですね、こう専門家ではないんですね。こう教師でもないですし、まあ、塾の先生でもないので、まあ、適当なことは言えないんですが、ただですね、まあ、例えば、まあ、犯罪を犯した人、とっても悪いことした人を、その悪いことしたことのことで尊敬するっていうふうに言うと、まあ、ちょっと問題があるのかなっていうふうに思うんですが、今言った YouTuber とかアイドルとかっていう子を、人たちを憧れていて尊敬しているんであるんだったら、僕は何ら問題はないのではないかなっていうふうに思います。日常の人物や両親、スポーツ選手とか、まあ身近な先輩とかって多分無難なような気もするんですが、そのアイドルに対して尊敬している、YouTuber に対して憧れている、その気持ちが本心であるのであれば、全然問題はないのではないかなと、個人的には思います。うちに来てくれている中学3年生の中でも、まあ、例えばジャニーズの誰々かとか、BTS の誰々がこういったことがすごくてこんな風にやっているからだから憧れるんだ、尊敬してるんだ、そんな話を熱心にね話してくれることがあります。で、その時にですね、僕個人としてはね、まあとてもいいなと、そういうふうにこう感情をいい意味で動かしてくれる人がいるっていうことが素晴らしいなっていうふうに思うんですね。で、そういうふうに考えると、取ってつけたような面接用の誰かよりもよっぽどその言葉に熱というか思いが乗るのではないかなっていうふうに思います。これも正解ではないんですが、やはりですね、面接をしている相手の先生もですね、人間なんですね。模範解答のようなこうサラサラサラっとうまく言ってもらうことがいいのではなくてですね、その子がどんなことで心が動くのかなとか、どんなふうに誰かのことを見ているのかなとか、どんな価値観を持っているのかなっていうところを、まあやはり人間として見るのではないかなっていうことを考えると、自分の素直な気持ちで憧れる人が、まあアイドルとか YouTuber って僕は素晴らしいなっていうふうに思っているので、僕はあまり偏見はないのですが、もしかしたら YouTuber とかをまあちょっと偏った目で見る場合もあるかもしれないんですが、自分が思っている思いがですね、きちんとしているものであるんだったら特に問題はないのではないかなっていうふうに思います。まあ誰かがダメとかっていうよりも、その理由としてですね、自分がどんな風になりたいかっていうことを投影していたりとかですね、こんな風になりたいなって思っていることがその方にあるっていうことの方がよっぽど大事だと思うので、憧れる人は尊敬する人がいるのであれば、なぜ憧れるのかな、なぜ尊敬しているのかなっていうところを掘り下げていくと、面接のためにも今後の人生のためにもいいのではないかなと思うので、ぜひね、その人だけじゃなくて、そのなぜかっていうことを考えてもらって、面接に生かしてもらう、人生に生かしてもらうといいのではないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。それでは。